粗品です。せいやです。うん、もうせいやさん、本日は新年会。おお、まあまあまあ、もう固い感じももうなしで、こっからはすいません、もうおのおのもう取ったんでね、取った、まあまあ何本か取ったんで、ちょっと新年会しよう。あけましておめでとうございます。改めて遊ぶ、まあそうね、まあ去年なんていうの、キャンプみたいなやらんかったの今年は、うん、去年か、うん、だからちょっと改めてこうみんなで飲む機会みたいななかったから、はいはいはい、ちょっと今日は新年会しましょう。新年会やるんですか、はい、今から俺が仕切ります。お願いします、はい、普通に西さん何飲みます？もう飲みましょう。ちょっと粗品さんもお酒飲むけど乾杯だけはしましょう。はい、何でもいいっすよ。あ、そうなの。じゃあビール、はい、グラスでいいっすか。ジョッキジョッキね、新年会かな、はい、じゃあ取りに来てください、自分で、はい、はい、どうぞ。もうはい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 はあ、よし、粗品さんは、いや、え、俺瓶ビールがいいかも。瓶ビールね、あ、俺も瓶ビール。じゃあグラス2つで、で瓶も置いとこうか、ここに2本置いときます。じゃあ何本かね。はい、白滝さんは、ハイボールなんかおすすめあったら。うわ、え、あれどっちがいいですか、そのもう普通に日本のブランドでいいですか。あ、ジャパニーズウイスキー、じゃあ青っていいですか。あるけど、はい、コンペキのペキ、はい、じゃあ青どうぞ。はい、すみません。佐川、じゃあなんかせいやさん、なんか日本酒なんかあるんですか。うわ、日本酒でも俺あんまり日本酒はな、用意してないんだな。そうか、うん、まあ乾杯ビールでもいいか。あ、うん、ちょっと早いから。じゃあグラスは、グラスよいしょ。じゃあグラス、あ、小林さんとか社員さんいつも来てくれてる方も、じゃあここに置いとくんで、はい、あ、小林さん取りに来てください。じゃあすいません、はい、どうぞ。4月2日から、はい、どうぞ。そういう先ほど、はい、どうぞ。はい、今年、それではグラス持っていただきまして、下りチューブ、今年もまたこのメンバーで1年頑張りましょう。僕の社員さん持ってる、今年1年こうやって持ってる。またよろしくお願いします。まあもう固い挨拶抜きで、みんな今日は楽しみましょう。乾杯。お疲れ様です。まあまあこれはね、まあ実際はないんで、なんとなくで、いやまあこの飲むはさすがに茶番すぎるんで、あれ、あ、ない、はい、ノリノリで今から、いやいやいや、でも本当そういうこと、もう新年会をやろうっていう、もうこのものはないけど、もう雰囲気一回、みんな正月おのおの帰っちゃうでしょ、うん、とかだから、もう本当新年会を一回ここで開いとこう、今年のこの一回みんなで飲む感じを。何するの。だから、いや、もう本当だ、ブレイクオーというか、あ、もう適当に新年会っぽいこと喋ったり、はいはいはい、いやー、なあ、だって5年目6年目まあまあ、昨日言ってるやつ、うん、いやいやいや、でもそう砕けてないから、やっぱ仕事の感じでっていうから、じゃあ1回新年会というか、佐川とかもな、目標とか聞いてないし、まだ佐川の目標っていうか、なんかメンバー入ってんやろ、劇場、劇場メンバー入って、おめでとう。皆さん、ちょっともう一回グラス、やめて、いいっすか。すいません、いや、こういう機会やから。佐賀、まあ、下りチューブ今年も頑張りましょう。そして佐賀は劇場メンバーおめでとう。 R1 も頑張れよ。よいしょ。え、だってあれやろ、無限大ユース。あー、そうね、一応いるんやけどね。誰とかと一緒にやってんの。あ、一応多分ユースにおるんは小森園さんとか。あー、いいね、ちょっとこっち来いよ、ヒロトさんとか、こっち来い、こっち来い、すげえ、はいはい、ピン芸人結構多いねんな、その辺。いや、やっぱ芸歴重なってるからピン芸人が多いな。よいしょ。では、畠山さんともうキングオブコントに向けて、そうそうそう、やってます。あ、そうか、聞いたで、うん、畠山さんと今ユニットでとりあえずキングオブコントに向けて、6月ぐらいからってやっぱ遅いから。あ、そうか、まあ、月に1回ぐらいちょっとやりましょうっていう、すごいやってるけどね。いえ、頑張れよ頑張れよ、マジで。新年会やもん。前新年会で、ね、いや、こんなの新年会。え、そんな、え、だって R1 もな、チャンスやしな、ありますし。あ、いや、さあ、じゃあ今年の抱負お願いします。
そうですね、まあライブに、まあ、お客さん5人ぐらいは来てほしいかな。少ないなお前。各ライブよ、各ライブやで。ああ、固定の5人。固定じゃなくてもいいけど、とりあえず1回出たら5人ぐらいは来てほしいな。そのバトルライブオーディションのもさ、うん、客呼ばな結構きついところを呼べへんかったよ、客あんまり。マジで来んかった誰も。でもマジで来んっつったら、まあ、もしほんまに来てくれてる人おったら申し訳ないけど、鍋いける。あ、ほんま。でもまあほんまに、あ、うん、鍋喋っといて。あ、だ知り、ほんまにそう、西さんとか、あ、で、あ、いた鳥名前、西さんとか、ほんまに、あと同居人、最初やいたらいいけど、森本サイダーとか、いっぱい来てくれた、知り合い6人で、まあ一応配信でも見てくれって投票もいけるから、まあ、知り合いでもないけど配信で見てくれてよって人は多分、まあ、ニッサンしてんすか、7人ぐらい、7人ぐらいは多分配信で見てくれてる。いや、じゃあニッサン追加、盛り上がってないかい。ぐるぐる演者と喋らすみたいなのあるけど、そうそうそう、いや、しもりチューブで新年会できんからな、ニッサン。ってか、去年、え、どうした、また似てよ。え、あ、ま、ちょっとやめてよ。アナル触んないでください。で、で、座って座って。アナル触んないよ、お前。あ、お前、俺のアナルほじらないでください。ニッサン、去年もお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。ニッサンはでももう出役ですね、ほぼね。いやいや、そんなこと。だって、もう顔さすんでしょ、たまに。すげえな。だって、今の彼女も言うたら知ってましたもんね、ニッサン。あ、そうですね、知ってくれて。あれ、彼女さんは好きですか。いや、好きです。ウェーイ、はい、どんなとこが好きですか。うわー、どんなとこ。でも、なんか、そうですね、こう、あ、頭がいいところで。頭がいいとこが好きなんだ。素敵だな。利用価値があると。いや、違う、そういうわけじゃないですけど。そういうわけじゃないです。話しててすごい。この、やっぱ西さんの部屋は彼女さんとかをこうちょっといじったりするんですか。あ、まあそうですね。あとなんかすごい、あの、今日なんか偏ってるね、なんか真ん中割れてるねとか、誰よりも敏感に。そうか、やっぱ可愛いって感じない。これいや、でもどうですかね、どう思われてるんやと思います。確かにそんななんかこれが特にとか、ってわけではないっぽいですけど、だから感覚とかもね。最低や。お笑いサークル明けましておめでとうございます。しょうもな。いけるいける、喜劇研究会同社大学。熱いって、非道のり。おー、来年、今年もよろしくお願いします。大丈夫、何かあったら言ってよ。ありがとうございます。はい、どうでした。こいつ、いやね。言えないことよ。いしょ、じゃあ、白竹さん、時を込む、こういうの。どうぞどうぞ。やってでしょ。うん、ね、今日も白いね。ブレイコブレイコ、借りたいっす。一応2時間半押さえてるんで、ここ長い、はい、ちょっと長いね。もう2軒目も渋谷の方行きますんで、白滝さんどうすか、今年の目標、下りチューブでの。でもほんと1週間ロケ、はい、で、あれよ、もう30本と言わず。いや、確かに210本。1日30本のかけらマートンやん。やってもええかもな。210本、ありやな、マートンの安打記録よ。まあ100本はありかもしれないですね、ほんまに。3ヶ月に及ぶ70本目ぐらいマジで思んない。雲の話とかしてる、その天気の。この間インスタで DM 来たんですけど、お、場所どこやっけな、外苑前かどっかで、はい、白竹時代さん見ました。お、真っ白でしたとかいうのありましたよ、はいはい、やっぱ私服もいつもこれ、ね、いつもこれで、考えるのがしんどいんで。マジででもこう見たら白って200色ありますね。ああ、アンミカさんのな、はい、ねえ、濃淡あるもんな。アンミカさん笑ってるわ。え、来てんの。いや、もう奥の方にいっぱいおるもん。すごい豪華かな、豪華豪華。アンミカさん来てんねや。そうそうそう、白滝さんもね。まあじゃあ儀式やっとくか、シモリチューブの。何、お鍋や。最低や。乗ってる、玉ねぎ乗ってる、玉ねぎ乗ってる。最低や、熱々のあれ。やばこれ、やば。来年もお願いします。おいおい。
それ送ってな、あとで。さあ、ということで、あれ出しちゃう。ごめんなさい。よいしょさん。よいしょ。ごめんなさいね、時代さん。よいしょ。ということで、気分悪いな。いや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 、もう本当に、ベロベロや。だから、熱い感じになる。で、俺嬉しい。ほんまにこのメンバーだって5年やってきたんやな。すごいね。まあここはね、コロコロスタッフさん、まあ、白滝さんずっと一緒変わったりして、まあここは、まあ、コンビはやっぱ、まあ、柱ですから、これはやっぱ、今年のテーマはコンビやと思うね、俺は。結局コンビって今いろいろね、解散とか多いけど、母体であり、やっぱ原点やからね。おーいおーいええ話しとんねんこれ思んなおーい前後から起きろということで、まあちょっと粗品もこんな感じなんで、はい、もう皆さんそろそろ、はい、ということで今年もよろしくこんなやつですけども、皆さん、漫才はね、こんなおもんなくないんで、じゃあ小林さん一言、そっからでもいいよ、小林さん最後新年会の一言。今日ありがとうございました。あれ出した。一応吉本さんがこれ出してくれるということ。な、何これ今日。ありがとうございます。またじゃあ今年も1年、はい、お願いします。今噛んだでしょかわいそう、なんかいじり方かわいそう。ありがとうございました。はい。かわいそう。じゃあ今年もよろしくお願いします。どうでした。はい。じゃあ女子から出てください。なんで？なんかすんの？なんで？よいしょ。皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。